ドルフ・ハリスは、イギリスの俳優、音楽家、テレビタレント、漫画家、画家、作家、オーストラリアのバース市出身でありロンドン在住。21歳で都営し1950年代後半から BBC の子供番組への出演などで人気を集めた。また、ミュージシャンとしては、1960年代に作詞、作曲した悲しきカンガルーが世界的にヒットし、イギリスで、 最も人気の高い野外音楽フェスティバルの一つである、グラストンベリーフェスティバルに5度出演するなどしている。画家としても、才能を発揮し、エリザベス女王の公式肖像画を描き2005年には、大英帝国勲章第3位を受訓。2011年には、イギリスで最も売れた作家として高い評価を受けている。2012年に、ランフォーユア・ワイフに出演するなど近年はファミリー。 子供向けのテレビドラマや映画で名おじいちゃん俳優として活躍していた。しかし、BBC の元人気司会者であるジミー・サビルによる児童への性的虐待疑惑を受けて開始された捜査が発端となり、1960年代から80年代にかけて未成年の女性に対して不適切な行為をした疑いが浮上。被害者には10歳未満のファンも含まれていた。 また娘の友人とも数年にわたって関係を結んでいたことが発覚し2013年3月に逮捕された。2014年にロンドンのサザーク刑事法院で行われた裁判で未成年の女性4人に対する11件の暴行で裁かれ有罪となり84歳でスタフォード刑務所で5年9ヶ月の刑に服し、署内で受刑者に絵を教えていたが2017年5月に 仮釈放された。逮捕を受けて、これまでの多くの受賞を取り消された。ありがとうございます。